オッキソは、ケンブリッジ大学の学生だったエース・ダグラスが1952年に開発したコンピュータゲームである。三目並べをプレイできるものであり、このゲームがコンピュータに実装された極めて初期のものの一つである。オッキソは、同時期に完成したクリストファー・ストレーチーのチェッカーゲームと共に、電子画面に映像を表示した最古のゲームの一つである。 定義によっては世界初のコンピュータゲームと言えるかもしれないが動くグラフィックやリアルタイムに更新されるグラフィックがないことを理由にコンピュータゲームとは言えないとする説もある。エドサックエドサックはケンブリッジ大学の数学研究所で1946年から制作が開始され、1949年5月6日に最初のプログラムが実行され、 1958年7月11日まで使用された。エドサックは世界初のプログラム内蔵方式のコンピュータの一つでメモリの読み書きが可能であった。メモリの状態をグラフィカルに表示するために 35×16 ドットマトリックスのブラウン管が3台搭載されていた。同大学の博士課程に在学中だったサンディ・ダグラスは 人間とコンピューターの相互作用に関する論文の一環として、エドサックでこのゲームをプログラミングした。ダグラスは、エスタックのスクリーンのうちの一つを使って、ユーザーにゲームの進行状況を表示した。他の初期のビデオゲーム同様、デモの終了後、このゲームは廃棄された。ダグラスがこのゲームにつけた名前は、ノーツクロセーズだった。今日知られている。 オキソという名前は、その数十年後に、コンピュータシアのマーティン・キャンベル・ケリーがエドサックのシミュレーションを作成した際に、このゲームを再構築したシミュレーションファイルの名前として、初めて登場した。オキソが完成したのと、同時期に、クリストファー・ストレイチーは、自身が1951年に制作した、チェッカーゲームを、フランティマーク1に移植し、CRT ディスプレイに、 ゲームの状態を表示するように拡張した。ダグラスのオキソとストレーチーのチェッカーゲームは、電子画面に映像を表示した最初のゲームとして知られているが、どちらが先であったか不明である。オキソは計算機上で動作し、グラフィックディスプレイを使用していたため、ある定義では最初のビデオゲームの候補とされているが、動くグラフィックや連続的に更新されるグラフィックを使用していなかった。 ため別の定義では最初のビデオゲームではないとされている。ウィリアム・ヒギン・ボーサムのテニスフォーツーより古い画面の記録が残っているビデオゲームであり、最初期のコンピュータゲームと考えられているものの一つである。テニスフォーツーはアナログコンピュータを使ったアナログコンピュータゲームである。横35ドット縦16ドットのブラウン管を使い、プレイヤーとコンピュータが対戦する。 プログラムリストは短いものだが、3目並べの手筋は完璧に把握している。9個のマスには固有の座標番号が振られており、右下が1、一歩左が2で、左下が3である。1段上がって、中段右が4で、最後に、左上が9となる。入力には、ダイヤル式電話機が使用され、自分の手を打ちたい場所に対応する数字をダイヤルする。 自分の手がスクリーンに表示され、それに続いてコンピューターの手が表示され、ゲームの状態が変化した時にだけ表示が更新される。オキソは一般には販売されておらず、特別な許可を得てケンブリッジ大学の数学研究所でのみ、プレイすることができた。エドサックは動かすことができず、コンピューターもゲームも学術的な研究を目的としていた。ありがとうございます。